リヒテンタール教区教会。本作はこの教会での演奏を想定して書かれた。ミサ曲第1番へ、蝶々 D105 は、フランツ・シューベルトが1814年に作曲したミサ曲。シューベルトのミサ曲で初めて演奏された曲であり、形式的にはミサ・ソレムニスにのっとっている。シューベルトの肖像、フランツ・アイブルが、 1827年本作は現在ウィーンの一部となっているリーテンタールの教区教会の100周年に合わせて作曲された。これはシューベルト一家が通う教会でもあり、シューベルト教会という名前でも知られている。シューベルトは1814年5月の記念にミサ曲を作曲するよう招待を受けた。9月25日に行われた初演は62名に、 るると見られれ演者で行われこれは当時の演奏としては大規模な編成であった。作曲者の兄のフェルディナントがオルガンを弾き、ミハエル・ホルツァーが合唱式者、ヨーゼフ・マイセダーがコンサートマスター、テレーゼ・グロープがソプラノソロを歌い、シューベルト自身が指揮を行った。シューベルトの死であったアントニオ・サリエリは初演に出席していた可能性がある。後に彼は弟子に、 君は私にもっと多くの名誉をもたらしてくれるだろうと言葉をかけながら抱擁したと言われている。フェルディナントは10日後にアウグスティーナ教会で2回目の演奏が行われたと記している。この時の聴衆は外国の交換を含んだかもしれないような名誉のある顔ぶれだった。シューベルトンのテレーゼ・グロープへの愛にはこのミサ曲を書く間に火がついたのではないかと思われる。目立つ。 最初のソプラノ読書は、コーンのテシトゥーラを有し、彼女の歌声を披露できるよう作られている。シューベルトは1815年4月に異なるドナノービス・パーチェムディー185を作曲している。これは、ナポレオンのエルバ島脱出に対する民衆の抗議のために行われた礼拝用として書かれた可能性がある。あるいは、サイン一体の手術に、 リヒテンタール教区協会でのミサ曲再演のためであったのかもしれない。1814年版では短く、風画的要素の少ない箇所がこれに置き換えられた。ソプラノに、テノールに、アルト、バス、根性合唱、オーボエ、クラリネット、ファゴットに、ホルンに、バイオリン2部、ビオラ、通奏低音。全6曲からなる。演奏時間は約40分。 注意書きは1815年版に基づいている。キリエラルゲットへ、蝶々6、8拍子、グローリアーレグロビバーチェハ蝶々2、2拍子、クレドアンダンティーノへ、蝶々3、4拍子、サンクトゥスアダージョマエストーソへ蝶々4、4拍子、ベネディクトゥスアンダンテコン、モートヘンロ蝶々3、4蝶々ソプラノ、テノーリオへ、ショーアニュスデイアダージョモルトへ蝶々4、4拍子、 ありがとうございます。